大学生のアイデアを取り入れ、若い視点で伊万里を活性化させようと伊万里市が取り組む伊万里街中ラボ構想。長崎県立大学の学生とともに新しい伊万里の特産品の開発を行っています。今年度は JA 伊万里と大学が協定を結び、大学生が開発した商品をふるさと村や直売所で販売する計画です。販売に向けて開発を進めているのが伊万里牛を使ったメンチカツ。すでに去年レシピを考え完成させ、イベントなどで販売し好評だったそうですが、ふるさと村での販売へ向け、学生らはメンチカツをより良いものにしようとレシピを見直すことにしました。学生らが訪れたのは市内の飲食店。食のプロにメンチカツを試食してもらい、アドバイスをもらうことにしました。試食会に参加した大学生は4人。それぞれ思いを持って街中ラボに参加しています。地域活性に興味があって、その商品開発とかに携われるのが楽しそうだなと思ったので、こういう実践的なことができるのがいいなと。商品開発からの流れ、もう大学生のうちから経験できて、その原価計算とかも自分たちでして利益が出るようにどうすればいいかとか試行錯誤していくのが面白そうだなと思ったので入りました。このゼミのいろんな企業とのコネクションを生かして、なんか商品開発とか新しいものを作るっていうのにちょっと惹かれて、自分にとって新しい挑戦なんで、ちょっと本当に楽しみです。そしてもう一人、森永ゆりなさんは黒川町出身で、伊万里街中ラボに参加したくて長崎県立大学経営学部へ進学を決めたそうです。伊万里出身で、伊万里に興味があったのでこのゼミを選びました。伊万里出身なので、やっぱり地元を活性化させるために頑張りたいなと思います。学生らの活動をサポートするのは、東京の企業から市に派遣されている真庭あゆさんです。昨年度から伊万里牛を使った特産品、新しい、テイクアウト商品を作れないかというところで、大学生たち、この先輩の子たちと一緒に作ってきたんですけども、基本的にレシピはその大学生たちと考えたものをずっと作り続けてきたっていうので、プロの方にきちんとご意見いただいて、改良できる部分を改良して商品としたいなというところになってます。試食するのは飲食業組合の3人。それぞれ居酒屋、喫茶店、カフェを経営しています。私が副会長をしております、福田と申します。そして、広報委員長の勝木さんと、飲食店組合員さんの、森永君。私がこのお二方、他に声かけたんですが、そのかけた理由はですね、もうメニューにすぐできそうな方、要するに販路拡大がすぐ見込めそうな方、美味しかった、使えそうだとなったときに、もう来年2月になったらすぐ、使えるように、ちょっとこう考えて、で、チョイスしました、うちの。実はこの試食会、真庭さんが SNS で学生の取り組みを発信したところ、福田さんからメッセージがあったことがきっかけだそうです。その伊万里のメンチカツを、作る、要するに伊万里の特産をちょっと一つ増やしたい。で、なんでメンチカツかなっていう気持ちもあったんですよね。だけど面白そうだなと思ってから、やっぱり学生がその縁もゆかりもない伊万里、それで伊万里を応援しようという気持ち、それって嬉しいじゃないですか。で、食に携わることやから、何かしら自分たちがこう協力できないかと思ってですね。去年学生らが開発したメンチカツは、豚肉と伊万里牛の割合が6対4、塩コショウなどの調味料を入れ、小麦粉、卵、パン粉をまぶして片面3分ずつの計6分揚げて完成です。イベントでは完売する人気だったということですが、こちらどうぞ食べてください、はい、お願いします。美味しそう。
個人的にもう少し粗めのパン粉がいいかなと思う。粗めのパン粉、うん、うん、なんかね、どうだろう、パリって揚げたいんだけど、なんかパン粉はもうどうしても小さいんで、これなんかな、このドキドキ感がない、まあ、もう少しちょっとあの粗めのパン粉の、うん、が面白いかもしれんね。その伊万里牛と思って食べた人が、その普通のメンチカツとどう違うのかなって、思った時にもうちょっとこうジューシーな方がいいなっていう感じ。メンチにしたらどうしてもやっぱちょっと硬くなるけん、揚げ方なのかもっとこう牛脂とかああいうのいっぱい入れた方がいいのか、ジューシーさがもっとあった方がいいかな。なんていうの、見た目の均質か、均質、要はどちらかというとこうボコボコっていう感じがあるんだけど、やっぱり均質的な感じに、もう第一印象、あ、食べたいなっていうのを研究の余地があるのかな。さらに揚げ時間でも食感が変わるとして、6分揚げていたものを試しに5分に短縮してみると、あ、絶対うまい絶対うまい、これこれ絶対うまい。胡椒ガーリックとかちょっと付けですか。おいしい、中がめっちゃジューシー、全然違う違うよね。途中油でさ、バチバチバチって言うやん、うん、バチバチって、あ、多分中のさ水分とか出るさ、バーって、うん、けん、あれバチバチって言う前に多分揚げんと、なるほど、多分水分抜けるもん。ただ中身だけとかじゃなくて、揚げ時間とか揚げ方によってもいろいろ味とか風味とか変わってくるんだなっていうことに気づいて、これから商品開発に生かしたいなと思っています。伊万里牛のメンチカツっていう中で、伊万里牛らしさっていうものをどうやって出すのかっていうアイデアをいただけたのはすごくありがたかったなと思います。学生と一緒に頑張っていきたいなと思っています。いろんなこう接種を重ねて工夫を重ねて、でようやく商品化できるっていう、まあ、それはうちらの飲食店としても応援すべきだと思うんですよ。こういうことしてるんだよっていうのをどん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 自信を持ってアピールしてほしいんですよ。頑張ってくださいね。学生らは今回出た意見を参考にメンチカツのレシピを改良します。